ゼルダは小さくなって不思議な世界を冒険。そこには新しい発見が待っている。ゼルダの伝説、不思議の帽子。ハイラルに伝わる小さな妖精ピッコロの言い伝え。そんなおとぎ話の世界と現実の世界をリンクは体の大きさを変えて行き来しながら、ハイラルの危機を救う旅に出る。グフーの呪いで石にされてしまったゼルダ姫。呪いを解くためにピッコロの剣を求めてリンクの冒険は始まる。旅の途中で出会い、一緒に冒険をすることになる謎の生き物、不思議の帽子。リンクはちょっと身勝手なこのパートナーとどんな冒険を繰り広げるのだろう。これまで見たこともない仕掛けが待ち構えるダンジョン。新しく登場するアイテムを使って思いもよらない謎に挑め。さあ、不思議の冒険に出発だ。ゲームボーイアドバンス、ゼルダの伝説、不思議の帽子。